はい、どうも。今日は必勝アリーナの累計報酬が終わったので引いていきたいと思います。であと最近ツイッターをねちゃんと更新するようにしたので、こう下のね概要欄って言えばいいのかな、そこにリンク貼っときますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。あんまり更新はするけど、身になるような内容ではないかな。もうほんとツイッターなのでほんとつぶやき、あ、リーグ9に来たとか、覇王に行ったよみたいな、それぐらいしかないんだけど。で、早速引くんだけど、ちょっと一回見ていこうか。巨人は西だよね。だから西が欲しいんだよね。しかも全部同値。素晴らしい。で、鈴木貴則か。能力高いね。で、立浪もっと能力高くていいかなと思うんだけど。で、阪神が田淵。田淵のね、A ランクがいっぱいあるなら田淵が欲しいんだよね。阪神がちょっと今いなくて、12球団作るのがちょっと大変なんだよ、今。で、次がジージー佐藤、西武。おー、ジージー佐藤能力地味に高いね。で、次が、田村。田村ミート高い。で、パー78か。で、金石さん。ごめんなさい、ちょっと金石さんわからないですね。石峰でいいのかな、ちょっとわかんないな。あ、イラブ。9位85。制球があんまり良くないけど、見てみようかな。変化球どんな感じ？スローカーブ、コンピューターとやるときはスローカーブ使えるけど、対人戦だとどうなんだろうね。スプリットとかは結構効果的なのかな。で、次がアリメ。いたね、いたいた。9位76。すげえな。で、広島が川口。あれ、これ元巨人だよね。だから巨人キラーついてんのか。あれ、巨人で合ってるよね。巨人いたよね。あれ、違うかな、わかんない。ごめんなさい。で、岩村。おー、岩村も欲しいけど、ヤクルトはちょっと足りてるから、巨人か阪神の田淵さん。でも田淵の A ランクを持っていない。そこがちょっと難しいところだな。よし、で、じゃあ早速引いていこうかな。じゃあまず 10% から引いていこうか。ここで引けたらでかいよね。10% ってさ、S ランク契約書普通の 10% ですら当たったことほぼほぼないからね。これ A ランクと見て、ここで A ランクの西が引いて、でこの S ランク OB 契約書で西引けたら超ラッキー。で、なんか Twitter とか見てるとさ、結構西引けたりしてる人いるんだよな。羨ましいよな。いいや、そんなことはいいとしていきます。はい。あ、来た、あ、来た、燃えて、あ、割れない。のー、竜波か。さあ、いいや、ここで西引ければ何でもいい。よし、さあ、西。当たり前だけど確定演出で、いいね。さあ西来い、さあ西来い。で、立浪。これはいいんじゃない。結果的にも良かったんじゃない。ありじゃない。あ、セカンド守れんじゃん。中日で、いいじゃん。お、これはまだ当たりだったんじゃないかな。じゃあ今日は、ここまでで、
で、皆さんさっきも言った通り、ツイッターのフォローお願いします。あと、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまた次回もよろしくお願いします。では、今日もじゃんけんしていきたいと思います。最初はグー、じゃんけんチョキ。じゃあ、またねー。バイバイー。